皆さんこんにちは、ニニケイです。こんにちは、ニニケイです。あと300フォロワーゲットしました。おめでとう。これをプレゼントどうぞ。ありがとうございます。一番好きな選手、マテウス・サビオです。今聞き返します。去年からずっと気になるんですよね。ずっと欲しいです。今日はね、 J1 の第10節の試合で、レソルは今10位であり、9位の岩田と11位の鹿島と同じ13勝ち点を持っていますが、レソルは2試合少ない。もし今日は勝ったら、名古屋とガンバ大阪は負ける場合は5位に上がる可能性もあります。相手のサンガ鳥栖は今19位で降格圏内に。鳥栖は第9節鹿島を打ち負かしました。今日も全力で戦ってくると思います。相手を軽視してはいけないで、今日も頑張ります。頑張りましょう。今天我还要介绍我们的对手，以后我们每一期节目就通过介绍对手向中国的观众介绍每一支接连赛的职业球队。沙冈托斯，中文叫鸟西沙岩，他们1997年创立的一支球队，1999年加入了接连赛。鸟西是在九州的一个城市，当地人口只有7万多人口。沙冈也就是中文的沙岩，它的意思是一粒一粒小小的沙子凑在一起就可以变成坚硬的岩石。他们的主场在 Ekimai Hudosan Stadium 战前不动产球场。鸟西沙岩从 J2 升级到了 J1 以后，目前为止还从来没有降级过，他也是没有降级过的球队之一。另外两支就是大家都很熟悉的横滨水手和鹿岛鹿角，目前就只有这三支球队是没有过降级经验的。卡西瓦雷收入现役球员里面也有来自鸟西沙岩转会过来的选手，特别是我们两个都特别特别喜欢的杰哥，他以前就是在鸟西效力。今天就是杰哥的葫芦丝线。干嘛来嘛秀行きましょう。あ、こんにちは。こんにちは。どこから来ましたか。佐賀から来ました。あ、遠いですからお越しいただきありがとうございます。いえいえ。今日の試合で注目選手いますか。サガン鳥栖のフォワードのマルセロ・ヒアン選手に注目したいなと思っています。はい、勝敗予想どうですか。まあ2-0 で鳥栖の勝ち で、 あ、で、はい。まあ、得点はさっき言ったマルセロ・ヒアン選手と、まあ、手塚康平選手で。日立時代は初めてですか。いや、今日今回で4回目ぐらいですかね。あ、そうですか。どうですか、日立時代スタジアム。ピッチに近くてとてもいいスタジアムだと思います。 そうです。ありがとうございます。チームへの応援一言お願いします。はい、もう今日は勝つ、それだけです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。絶対勝ちます。今日のスコアは2-0で、鳥栖のマルセル・ヒアンと横山歩夢が決めます。ありがとうございます。日差しでは初めてです。初めてです。初めてです。お楽しみください。ありがとうございます。はい、本日の試合に来るの何回目ですか。今年。そうです。今年、3回目。注目している選手は誰ですか。やっぱマテウス・サビオ。あ、うん、はい。勝敗予想はどうですか。2-0で、見に来た試合しばらく勝ってないんで、はい、今日は勝ってください。はい、はい、勝ちましょう。はい。一言何でもいいんですか。何でもいいですよ。何でもいいですか。はい、決まってね。じゃあいつものやつやる。わかんねえ。わかんねえけど。じゃあ今日勝つぞでいくか。うん、今日は勝つぞ。今日もか。今日も行きます。はい、行きます。じゃあお願いください。はい、はい、お願いします。よっしゃ、じゃあ今日も勝つぞ。ありがとうございます。
Thank you.
今日の試合は1対1で終了しました。残念でしたね。今日はサビオのアシスト、島村選手の得点で引き分けちゃった。これは島村選手の初ゴールでしょうか。今年の今年の初ゴールです。おめでとうございます。おめでとう。島村選手はいつもナイスプレーです。そうですよね。今回の試合レーソルのシュートは19回です。相手は3回だけです。枠内のシュートもレーソルは7回、相手は1回だけです。そうですか。運が良くないと思います。そうです、運气欠佳。今天比赛结束后，卡西瓦雷索鲁在少赛一场的情况下积14分，排名11位，比之前降低了一点。我们目前和在第10位的古拉瓦列子是积同样的积分。下一场我们将会在客场挑战马其达。頑張りましょう。頑張りましょう。